名字立脇は、江戸時代の武士と、その支配側の役人や関係者の身分標識である。加盟の中でも特に領地の名前に由来し、一種の領主階級であることを示す名字を交渉すること、また、部門の証である、武具等を腰に帯び、百姓と町人を理由があれば殺害する権利を持つ、ことを指す。これによって、自身が領主階級であり、また一族であることを示した。 また、功績がある者に、支配側の役人を示すため、一代や英体の褒相として、名字や対等権限を与えた。豊臣秀吉政権の際の刀狩りは身分での対等標識化が目的であり、以後も百姓、町人など日武家階層の者たちは、多くの武器を保有しており、武装解除されたわけではなかった。しかし、江戸時代には、 幕府が、重刀などの規制に、消極的で、町人の間に、縦脇が普及し、江戸で小族として刀脇差しを腰に帯びることも、許容されていた。1720年の不礼まで町人は脇差しを常備、対等しており、1683年までは、祭礼や有利、風俗、旅行など特別な場合にに当分差ししていた。だが、外見では、 当時の武士との見分けがつかなくなるためこれを問題視し、漢文8年3月例で薙刀に関しては、長人立脇の禁止をして、武士の身分標識としたが、なおも脇差しの制限はなかった。名字については、百姓、長人階級にも、祖先や加盟が存在するが、これを、公の場で用いることを禁止することで差別化を、図った。具体的には、 修門人別帳などの公文書への記載が許されず、墓碑鳴や過去帳など私的な場合においてのみしか使用が認められなかった。大隈重信明治立脇の権利については、武家の統領たる将軍家、その直進として自治領を持つ旗本、独自に家臣団を抱える各大名家など、昇進の領主を抱える君主階級に決定権があった。 藩に苗字をめぐる訴訟を起こして藩が採決を下したという出来事も起きている。沢原の名主であった伊能忠敬は領内においては代々伊能姓を許されていたが、領外でこれを名乗ることができず、57歳の時に江戸地足領の功績によって、江戸幕府から改めて苗字立脇の許可を得て、佐原以外でも伊能姓を名乗ることが許されている。 また、苗字と盾脇の特権は一体ではなく、苗字は認められても盾脇は認められないことや、苗字は子孫への伝承を許すが、盾脇は授与された、当人一代に限った例もあり、功績による、主樹の基準があった。また大名、旗本などは、しばしば家柄や功労により領内の有力百姓や、町人に、これを許したが、あくまで武士身分とは異なり、武士身分化には、 召し抱え、相続人への身分と財産の譲渡本人の人物帳からの離脱手続きが必要であった。郷氏は在京武士として、苗字縦脇を許されながら、農村に住んでいたが、京都法庁業所の例では、家ではなく、投資本人個人に免許され、子息も別に免許が必要とされた。教法の頃から縦脇が、 身分特権として確立すると対等権への憧れが生まれ、様々な由緒などを言い立て、薬儀や非常時や儀式など非通常の対等権限を免許され、違反と常時下や、子息や従者にまで拡大、延長する動きが起こり、様々な取り締まりが行われたが、依然として違反は多く、外見での身分標識として機能しづらくなった。また、江戸時代後期には、武士が、武家棚や、 脇差しだけで外出すると処罰されるようになった。幕末の現時元年の第一次徴収戦争の2年、前から幕府直轄地や旗本智之地での百姓徴兵が開始され、一時的に仮想方向人として脇差した手脇を免許した。対する徴収班でも旧兵隊は志願兵だが、それ以外の待ち方から長母した農商兵には訓練後に合格すると、 名字縦脇を許した。明治維新後の1870年に平民名字許可令が出され、平民の名字の名乗りが公的に許されるようになった。また1876年の配当令によって刀を帯びることは許されなくなり、身分表彰としての名字縦脇は役割を終えた。ありがとうございます。